まあそうですね。まあチキンは良質なタンパク質なんで、1日6個から7個は取るようにしてます。まあ今はこうやって自分でチキンも切ったりしてるけど、昔は付け人にチキン持ってきたやつ切ってもらってやってたけど、今は全部自分で食事すべて管理できるようになって、まあそれでまた一つ上に行けるかなと。食事も稽古ですから。何でしょう。